未来社会創造事業の中で今年度より新たに発足した共通基盤領域の運営統括を務める尾坂部と申します共通基盤領域の概要と皆様への期待をご説明いたします研究開発の現場では新たな地の獲得を目指す基礎科学が営まれまた持続的イノベーションの源泉となる技術が創造されています 言うまでもなく未来社会の礎です本領域ではこの研究現場で使われる共通基盤技術を開発することによりこうした研究開発を加速することを目的としますまた創造的・独創的な共通基盤技術・機器・システムが事業化され我が国の競争力強化に寄与することを目指します より具体的にはこの三点が重点となる項目です以上より本領域の重点公募テーマは革新的な地や製品を創出する共通基盤システム装置の実現としました学術・産業・双方を支える研究開発を加速し成果の創出を目指す思いを込めました 本領域で目指すす。アウトカムのレベル感をお伝えします目標一では本領域で開発される共通基盤機器システムを活用して創生される研究成果が学術面に重きを置く分野にあってはノーベル賞クラスの新知見や新発見であることまた産業面に重きを置く場合は 革新的製品開発の核となり得る成果あるいは研究生産性を飛躍的に向上し得るものであることを求めますここでは基盤技術機器システム自体が大きな事業に発展することは必ずしも求めません目標丸二では基盤技術機器システム自体が大きな インパクトのある事業に育つことを期待しています研究現場で使われる機器・システムが研究の広がりとともに社会に実装されるようになると大きなインパクトが生まれます規模感で言えば時価総額1000億円クラスの事業を目指せる機器・システムの提案を期待しています本領域で実施する研究開発の概念図です まず提案段階です先ほどご説明したレベルに到達する可能性のある非連続的なイノベーション創出の兆候を探り挑戦的な課題を狙っていただきたいと考えていますブルーのベースが本領域で担う部分です探索研究では研究力の向上と産業競争力の強化 のいずれかの目標を見通し提案の原理の実証や課題解決の方策に取り組みます本格研究における POC のイメージはプロトタイプが研究現場に実装され手法の有効性が判断できるようになることです研究終了以降はまた適切と判断されれば研究期間中でも ベンチャーとしてスピンアウトするあるいは企業とのマッチングファンド形式による事業化に挑戦するあるいは研究現場で実際的に活用されている状況を想定しています先ほどご説明した目指す成果のレベルを具体例でお話しします海外の例になりますが昨年ノーベル化学賞を受賞した クライオ電子顕微鏡の開発です X 線解説や NMR では困難だった膜タンパクの分子など原子レベルで観察することを可能にしましたこうした手法を必要とするのは限られた数の研究者ですが機器・システム事業としてはそれほど大きくはなりませんしかしそれによって 構造が解析され、機能が解明され、こうした知識は創薬に大きく貢献しています。1980年代に、私自身、この研究のコミュニティに加わったことがありました。北米の大学で受賞者の一人であるジャック・ドボセが発明した急速凍結の技術を導入し、 ウイルスの構造解析を行っていた所属研究室の研究を高度化する役割を担いました。実際に、ヨーロッパのジャック・ドボシェの研究室に行き、手法を教わりました。また、ゴルドン・カンファレンスなどで、産・官・学の生物学者、電子顕微鏡エンジニア、数理研究者が集まり、こうした技術を一歩一歩議論しながら、 作られていく様子を目の当たりにしましたこうした異分野の研究者が目的に向かって協力する姿勢は本領域でもぜひ実現したいことであります基盤技術機器が大きな産業インパクトを生んだ例ですこれも海外の例になりますが次世代シークエンサーの開発です2003年に完了した ヒトゲノム計画では日本人が発明したキャピラリー電気栄動型の DNA シーケンサーにより初めて人間の全ゲノムが解読されました発明したのは私と同じ企業研究所に属していた身近な先輩ですその後シーケンシング技術を重要と見た米国ではセンドルシーケンスをうい基礎研究に投資し 画期的新方式をいくつか生み出しましたこれらをもとに複数のベンチャー企業が立ち上がり市場で勝ち抜いたイルミナ社が独り勝ちし今や時価総額約400億ドル日本円では4兆円企業に成長しています次世代シーケンサーは研究室を飛び出して臨床医療の現場で ガンゲノム診療などの精密医療に活用され始めましたそのためこれだけの企業価値になったわけです共通基盤領域では事例に挙げたような2つのパターンのいずれかを見通し研究手法を刷新するようなハイインパクトな提案を求めます本領域の運営方針ですまずテーマ設定の方針です 皆さんからの提案や研究現場から直接インタビューした結果などから共通性の高い技術領域を抽出し、10のサブテーマを設定しましたまた、皆さんの応募や採択等の状況を踏まえて来年度は研究対象をサブテーマからより絞り込み、重点化を図ります 成果の最大化に向けては目覚ましい応用成果を上げている数理工学に注目しますこの絵にあるようにシステム・装置化を目指す研究と数理研究が発展的に連携し共通基盤構築に向けた課題解決に望む場を作りたいと思います探索研究フェーズでは柔軟に目標 予算を運用し人材育成や課題解決に向けた意識を醸成したいと思います本格研究フェーズでは成果のベンチャーや国プロへの受け渡しによって成果の最大化を図ります研究開発のマネジメントは運営統括とテーママネージャーが力を合わせて行います生命・環境関連の分野では 現時点で、私が兼務し物質、材料。関連分野では、トヨタ自動車株式会社の岡島さん。数理、関連分野では。東京大学の。相原先生が担います。サブテーマは。こちらの。十のテーマとしました。一から六は。主に計測7。七、八はプロセス。 Q は、数理。またこのサブテーマに入らなくても重点公募テーマに合致する共通基盤技術であれば躊躇せずご提案ください。Q の「数理」のテーマについてはその他の全てのサブテーマとの競争を期待しています。また選考はサブテーマ単位で独立して行うものではありませんので過度に サブテーマの枠にこだわらずご自身で一番近いと思うテーマをご提案ください共通基盤領域では通常の探索研究に加え POC が描けなくてもお共通基盤に貢献するのであれば要素技術タイプとして提案が可能ですきらりと光る新しい技術の提案を期待します 本格研究への移行に際しては、複数の探索研究の等配合や中止等も想定しています。なお、数理研究のサブテーマ9については、本格研究の上限を5億円と設定します。探索・本格研究問わず、サブテーマ9に採択された数理研究者には、 自らのプロジェクトを推進する一方、システム・装置化を目指す研究者と共同して POC を目指すことを期待します。探索研究から本格研究に進むためには、大きなステージゲートがあります。ステージゲートでは、本格研究に向けた構想・インパクト等を踏まえて評価を行います。要素技術タイプについては、 単独で本格研究に移行することはなく、ステージゲートのタイミングで他の本格研究への参画を想定します。また、通常の探索研究に応募された場合にも、提案内容を鑑み、要素技術タイプとしての参画を条件として採択する場合もあります。最後にまとめます。共通基盤領域では、 日本の研究力の底上げと新たな事業の創出に取り組みますその進め方はこちらの四点がポイントです皆さんには将来的に世界基準となるようなインパクトのある挑戦的革新的提案を期待しています